フックスバウの入り口にある水密扉フックスバウはブランデンブルク州ラウエンシェーベルゲのフィルステンバルで南に設置された地下司令部である。1941年から1945年までは武装親衛隊が管轄し、1965年から1990年までは国家人民軍航空軍が使用した。その後は1994年12月に閉鎖されるまで、 ドイツ連邦空軍第五空軍師団が駐屯した。2006年より技術遺産として一般公開されている。フックスバウはドイツ語で狐の巣穴の意味。フックスバウには国家人民軍航空軍のうち航空軍司令部に所属する第14中央指揮所が配置されていた。最大収容人数は350人で、部屋数は2 0室長 さらに廊下の総延長は650メートル、総面積は9000平方メートル以上であった。これはドイツ民主共和国国内に設置された地下延平号としては最大級のものである。1990年10月3日、ドイツ再統一に伴い国家人民軍はドイツ連邦軍へフックスバウを明け渡した。その後は連邦空軍の第五空軍師団の一部が駐屯し、 近代化のためにおよそ1080万マルクが投入された。しかし1994年12月には放棄が決定し、1995年には完全に封鎖された。フィルステンバルデには1609年より伝統的に軍部隊が駐屯してきたが、フックスバウの閉鎖によってフィルステンバルデにおけるすべての駐屯地が撤退したことになる。現在、フックスバウは 電気通信分野における技術遺産として施設全体が保護されており、とりわけ航空管制施設が重要なものとされている。1995年の閉鎖後、2009年に施設を含む土地全体が民間投資家の所有となったが、破産に伴って2013年にはある地元住民に引き継がれた。一般向けの見学は土曜日に可能で、 ガイド付きツアーの形で校内に立ち入ることができるが、撮影には別途許可が必要となる。当地で勤務した経験を持つ旧東ドイツ軍内市、旧西ドイツ軍の出身者が案内するツアーや、当地の技術面についてより詳しく知ることができるツアーも設定されている。三脚を用いた撮影を希望する場合には、通常の見学グループに続いて出発する。 撮影専門ツアーとして対応可能で、通常のツアーでは立ち入らない箇所も見学できる。誘導室の航空上況表示板電算室、中央機相管室戦闘区域、情報及び航空管制等直室フォックスバウは、水道施設や戦前建築物などを含む複数の施設で構成されている。俗に戦前建築と呼ばれている範囲は、 かつて活端採掘所の横行として掘られたトンネル群であった。1941年から武装新兵隊がこのトンネルの要塞化を検討し、1942年にはザクセンハウゼン強制収容所から派遣された900人の囚人が1日12時間労働に充てられ、トンネルの拡大工事が進められた。ただし工事は完了せず、一部のトンネルは開通しない。 まま放置された。1944年から新鋭隊作戦本部と国防軍最高司令部との通信が確立された。敗戦後は赤軍が何度か破壊を試みたが失敗し、1957年からは東独内務省による調査及び管理が始まった。1965年、東独当局による通信設備工事が完了する。この戦前建造物はむね、 縦方向のトンネル3本を横方向のトンネル4本で接続した構造である。この戦前建築は緩やかな坂道で戦後建築と接続されている。俗に戦後建築と呼ばれている箇所は3階建ての長方形の構造である。構造の上端から地上までは20メートルほどあり、爆撃には十分に耐えうると考えられていた。 また、その上にはさらに冷却装置を設置するために12から14メートルほどの山ができていた。このため、ツェルシェルシヒトは設けられていなかった。中心に位置する誘導室は地下1階から3階までの吹き抜けで、天井口は9メートルほどあった。戦前建築と戦後建築は地下通路で接続され、階段や部屋などの一部は地表に露出していた。 この地表部分は砲爆撃に対して無防備であった。水中ポンプが設置された八つの不快度があり、遠平号内の水道施設を介して各構造へと送られていた。また、水道施設には外部水道も接続されていた。技術遺産として指定されたフックスバウ遠平号の範囲はおよそ40ヘクタールである。この範囲には複数の施設が存在し、その多くは 地下で接続されている。要塞などの外壁の表面に設ける薄い岩石の層。砲爆弾をこの層で炸裂させて、衝撃を和らげ、外壁そのものの損傷を防ぐ。空間走行と類似した発想に基づく。ありがとうございます。